十二代目森高にいよいよ引く1897年8月21日は、歌舞伎役者、狂言作者、森田座の座元、本名は森田久志作、屋号は木の字屋、背名は税吉見、狂言作者として小賀新水の名を持つ。歌舞伎役者で、後に森田座の長元となった中村伊藤左衛門の次男で、署名は中村志三郎。 1863年に18歳で森田家の養子となり森田勘次郎と改名。1864年に十二代目森田勘也を襲名して森田座の座元となる。1872年9月に森田座を猿若町から新富町へ移転させ、新劇場を開場。1875年1月にこの新森田座を新富座と改称。九代目 一川段十郎、五代目、小野菊五郎、初代、一川左段寺等を招聘して、歌舞伎の黄金時代を創出し、その頂点に君臨した。1887年4月26日、井上薫亭で、明治天皇の御前で、初の天覧歌舞伎を催した時は、段十郎、末松県長らと共に事実上のプロデューサーとして、活躍した。歌舞伎座が場した際には、 中村座、市村座、千歳座と連携して、いわゆる四座同盟を結成、歌舞伎座に役者が出られないように仕向けて立ち往生させるなどの手腕を発揮。後には、内紛でもめにもめたその歌舞伎座に招聘され、座頭としてこれを乗りこなすなど、芝居工業に天才的手腕を発揮した。その一方で、歌舞伎の近代化にも努め、 西南戦争のルポルター巡劇、西洋演劇の翻訳劇、そして改良演劇の上演にも力を入れるなど、活躍した。1897年、遺願のため死去。軍医松本順と親交が深かった。実施に7代目、坂東三五郎、13代目森田舘いよいよ、3代目、坂東玉三郎、4女、三木の子に14代目森田舘いよいよがいる。服部 自転有名人の死亡診断近代編付録、近代有名人の死一覧28ページ。ありがとうございます。